早い言葉ですけど、インドにもでかい。これでね、またもう一回日本をですね、回りますのでよろしくお願いいたします。日本で旅立って活躍されることになったということなんですけれども、どんな経緯があったんですか？そうですね、やはり、30年ぶりなんですけれども、振り返ってみればですね、この30年間というもの、日本に、外国の、演歌歌手、男としてですね、誰も出てきてないんですね。で、今度はデルちゃんがね、出ましたん で、これほどまたデルちゃんも売れて、本当に素晴らしいことなんですが、まだまだ、日本というのは演歌は廃れてないんだなと、ということにですね、すごいしみじると感じました。それでやっぱり、人生は悔いはないとか皆さんきれいこと言うんですけど、やっぱり私には悔いが残っておりました。でそこでもう一回ですね、やはり自分を、自分の大好きな演歌、それを通じてまた日本にですね、皆さんに愛されてますので、もういろんなところから電話かかってきたり、いろんなところからテレビから、いろんな方々から話がたくさんありまして、そこでじゃあもう一回ということで挑戦をしました。だったんですか、はい、もうなんかそのお話聞いてると、私たち日本人もチャダさんのことを応援したくなるような感じになってます。ありがとうございます。それではこちらの今日生出演の会場に集まってくださった皆様に何かメッセージをお願いいたします。はい、そうですね、先ほど聞いていただきました歌は、踊るマハチャダ、これは本当に、いい加減な気持ちじゃなく、今日本の皆様にとにかく元気を出してもらおうと、やはりインドも今元気にこうやってやってます。皆さんも一緒になって元気出してください。そういう思いを込めてですね、この歌を作りました。踊るマハチャダ、踊ろうよ踊ろうよ、一晩中嫌なことを忘れてということですので、ぜひ皆さんこの歌を通じて今年の暮れ、忘年会などとかですね、楽しい年を終わりにしてください。ありがとうございます。なんか今日はもう一曲ご紹介してくださいということなんですけれども、はい、そうですね、これなしではやはり私はなかったと思いますが、